今日はね、めっちゃ面白いガチャをまたね、発見しちゃったので、全種類コンプリートしてきました。まずは見ていただきたい。パーカーリス、シュゴー。スポリス。このラインナップの神を、アニマルトルタロウ。アニマルトルタロウ。いや、もうさ、もうこのタイトルだけでさ、ウケない。アニマルトロトロ、これ天才の発想ですよ。やべえなと思って見てみたら、やっぱね、パンダの穴なんだよね。もう天才の発想はパン、俺ね、サメフライとかさ、みんな覚えてる？サメフライ。あれ最高だったよね、サメフライ。サメフライとか、フルーツゾンビとかね。もうあの辺からもうパンダの穴は天才だなと。もうこのガチャは、もうパンダの穴のガチャ外れないとね、ずっと思ってるんだけどさ、今回の商品これナンバーワンに来るかもしんない。アニマル。トロトロ、もう一度言う、アニマルトロトロ、たまんないからね。しかもね、オール5アニマルタイプスってあってね、なんと全5種もあるんだ。全5種もあってね、はい、行くぞみんな、行くぞみんな。頭はポワポワ、体はトロトロ、サッゾウ。たまんなくね、ゾウさんがね、もう溶けてんだよね。もう現在進行形で溶けちゃう。うわー、これ何なんだろうね。これ何をさ、何を思ってこの商品作ったんだろう。まあ天才の発想だからな、これ。俺ら凡人には分かる。いや、可愛いな、しかし。溶けているピンクの像ね。そして見てほしい。みんなにこいつを見てほしい。今回俺が一番欲しかった、亀である。めっちゃ可愛くない？このポーズといいさ、色合いもいいよね。ブルーとグリーン、そしてね、もうピンクの像とのコンビネーションですよ。この亀とさ、象さんだけでこの満足感半端なくない？そしてね、鳥。待って、これ何の鳥っていうか、黄色い鳥。とにかくね、黄色い、あ、待って、上に、ちょっと見にくいな。コカテイル。コカテイル。あのね、オカメインコだわ。オカメインコなんだけど、待って、発音がわかんねえ。コカテイル。コカテイル。Oh gosh, I just got its correct pronunciation. 多分ね、コカテイルだと思う。とりあえずね、オカメインコだね。ちょっと最近単語の、いや、確かね、高校生くらいの時習った気がすんな。使わない単語って忘れちゃうよね。で、あ、これはもう完璧なのね。チップマンク。シマリスですわ。ちなみに、リスはね、スクワーローって言うんだけど、まあ、チップマンクはシマリス。かわいいね。溶けとるね。溶け、あ、どんぐり持ってね。ちょっと待って、どんぐり持ってるよね、これ。かわゆしだわ。今気づいた。この紫のどんぐりじゃね。うわ、どんぐりも溶けてる。そしてね、うわ、これですよ。シープ。シープトロトロ。これ食えんのかね。すげえうまそうじゃない。こいつらは食べ物の設定なのかな。このシリーズカプセルが2種あって黄色とピンクなんだ。だから開けるまで何が入ってるか分かんなくてさ、テープ今取ってるんだけど、テープでさ、巻かれてるからすごく面倒くさくて中身確認すんの。でも見ないとカプセルの色で分かれてないから、コンプできたかどうか分かんないからさ、その場で開けてさ見てさ、これすげえ、まこれちょっと分かった、重かったからこれゾウさんじゃないかなと予想してたんだけど、すごく重くてやっぱゾウさんだったっていうね。ダリーン、これがね、今回の内訳。亀が2体に、いやー、亀2体来たのは熱かったね。で、シマリスちゃんが1体。そしてさっき見たね、オカメインコ。まあ、一応インコって言っとくは違うかもしれない。いや、インコなのは間違いない。絶対インコだ、こいつ。オカメインコなはずなんだ。で、この羊が2体に、ゾウさんが2体と。ゾウさんがね、すごい期待してるんで、めちゃめちゃでかそう。重いしね。まあ、最初は、どうしようか、ちっこいのから開けていきまするか。うわぁ、やってよかった。めっちゃ可愛い、見て。この可愛さ、溶けとるなぁ。めっちゃメルティングしとる。超溶けとる。これ、うまそうだよね。まあ、絶対食えないけどさ、これおもちゃだから食えないけど、こういうお菓子あったら売れそうじゃない？ちょっと溶けてる感じのさ、動物の飴みたいな、水飴みたいなさ、絶対可愛いと思わない？でも可愛すぎて食えないよね。うん、それちょっとね、可愛すぎて食え、これどうやってつけ、あ、ここにつけるんだわ。ここに、ドガシャリスとドガシャリスとつけると、おぉ、インコちゃんが溶けているところが完成するという。やばい、めっちゃ可愛い。待って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 。リスめっちゃ可愛い。え、めっちゃ可愛い。これ、どんぐりだよね。どんぐり、コロコロ、紫、これ待って、紫色してるんだけど、これ食えんのか、これ。超絶可愛い、やばい、めっちゃ溶けてる。この表情がいいよね。にゃっ、にゃっ。このみっていう。やばいなぁ、やっぱね、このネズコウのさ、ネズコウ類の顔って可愛いよな、あの歯出っ張ってるやつら。げっ歯類。こいつらのさ、顔ってめちゃめちゃ可愛いよね。そして、台座との出会いである。ドガシャリス。あ、待ってて、こっちから入れた方がいいね。こっちから入れて、なんか今折れちゃう感じがした。あぶねえ、あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ。やらかしまくるとこだったで、ザン。下の溶けてるところも完成と、に、溶けてるけど、この笑み。
めっちゃ詰め込んでね、しかもこいつやべえ、超絶に可愛い。いや正直この2体だけでもめちゃめちゃ癒されました。もうしかしまだまだねあるんですよ、種類が。ザンシープシープ、うわー溶けとる、めっちゃ溶けとる。しかしねもう溶けて死にかけてんだよ、この笑みだからね。これで極楽に行けるぜ、これで極楽に行けるぜ。めっちゃ溶けてるのに、なんでこの笑ってんの、気持ちいいのかね。やばいんすけど、見て迫力、やっぱでかいやつって迫力すごいね。シープ半端なくね。チョコリスチョコリスドガシャーン、チョコリスチョコリスドガシャーンじゃ。しかしねこれドガシャーンはやっぱゾウさんですから、ゾウさんのドガシャーン率半端ないと思うんで、次がね俺が欲しかったね、2種のうちの1種。いやカメさん欲しかったんだ、カメさんマジ飾りたくて、しかも2体ゲットできたから、うわもう台座の色でね、もう俺はやられる、台座の色でやられる、そしてねこのちっこい台座の色でもやられ、本体でやられる、本番めっちゃ可愛い、やばい。このさ、いいや、かわ、待って、かわいい。あ、どうしよう。え、待って、かわいい。待って、かわいい。表情見て。めっちゃ笑ってる。いや、ほんと、たまらんね、この生物。溶ける生物だからね。まあ、なんで溶けてるかっていう、そういう設定あるのかもしれないけど、俺まだ調べてないからわかんなくて。あとで調べてみようから、設定あるのかもね、ちゃんとしたね。こういう理由で溶けているんですよ、みたいな。いや、いいね。たまらん。カメちゃんやっぱね、今んとこもナンバーワンかな。で、台座に、これね、台座ね、絶対ね、取れちゃうから、すげえ不安定だから、くっつけないとダメだね。おっしゃ、完璧。見て。うわー、かっこいい。ついた、ここはね、ちょっとね、ずれちゃうんだけど、ここもくっつけた方がいいかな。でも、下に置いたらさ、地面と接するから、こうやって戻っては来ないと思うんだけど、まあ、戻って浮いてくるようであれば、ここもくっつけようと思います。とりあえず、パーフェクトエレファント完成して。つうかね、ゾウさんだけじゃなくて、全部完璧にはハマんないから、絶対に接着しないといけないと思います、これは。もう接着して、安定して飾った方が絶対に、取れちゃうから、ほんと。みんな溶けかけている。みんな溶けかけているのに笑っているっていうね、このスマイル、メルティングスマイルがたまんないね。ゾウさんの迫力すごいね。やっぱでかい。一番でかいからね、ゾウさんね。ピンクのゾウさん。このゾウさんと羊がでかいから。まあ、亀もちょっとでかいけど、やっぱゾウさんと羊のでかさが際立つよね。並べてみると。まあ、あとはさ、当然のことながら、こういうね、こういう配置もしたいよね。でかいやつの背中にちっこいの乗せるっていうね。いいね。このフレンドシップ。はまりませぬわ。めちゃめちゃ可愛い。ということで、今回は、めっちゃめちゃね、もう意味わかんないんだけど、すげえ可愛いね。アニマルトロトロというガチャの開封レビュー動画でした。みんなもね、発見したらぜひ、まあ、気になった人はぜひね、見つけて、ぜひともカメさんをゲットしてみてください。めちゃめちゃ可愛いので、もう、いや、みんな可愛いんだけど、やっぱカメさん推しなので、それじゃあまた次回、次の開封動画でお会いしましょう。最後は全員集合バイバイである。やっぱりカメさんいいな、表情がねたまんないんだよね。ずっと見てられればこのカメさん、溶けかけているカメさんの表情、スマイリングだからね。いやまあ全員スマイリングなんだけど。